和也氏といえばツイッター論争で火付け動画化という炎上商法を一時期使われていました。例えば加山里香さんです。ちょっとやりとりが長いので 2,3 個だけ読み上げます。こんばんは、和也です。なぜかアカウントが凍結されてしまったのを午前中にお知らせしましたが、ご覧いただけましたか？本人であるかはツイートを見ていただければわかると思います。もしかすると以前の投稿が流れてしまった可能性もあるんで、再度投稿します。よろしくお願いします。これが不安を無理やり払拭するために行われる否認の心理ってやつですか？そろそろこの問題を片付けましょうよ。ツイート見てますよね？もう一度貼っておきますので回答をお待ちしています。このアカウントはご本人なのですか？畳みかけるようなご催促、私が知る余裕がある和也氏のイメージとはかけ離れており、ご本人とは信じがたいのですが、いずれにしましてもこの件に関しては時間を頂戴しておりますなどということで、和也氏が加山さんとかなりのやり取りをしていました。こちら2018年4月23日から4月24日のツイートです。また7月24日にこの動画も出しています。これってもう名誉毀損じゃない？こちら加山里香さんのことを中心に扱った動画です。93万再生とかなりの再生数を誇っています。そして次の日もしばらくやり取りが続きました。2018年時点では和也氏はツイッターを議論の場として使用していたと感じます。5年後の2023年にはその見解に変化が訪れていました。5月24日前半、和也の意味深な話。 M31033 8000円ありがとうございます。ジャニオタツイートはアメツ有料会員でしたが、内輪受けがひどいのと、奥山先生の話をもっと聞きたいのに和田さんがしゃしゃってくるんで見るのやめました。和田という男ブロックします。やっぱりツイッターって面白いですね、ははは。こういうやりとりあったんですよ。はい、そんなツイートありましたね。ジャニーズ好きな人だったんでしょうね。それで僕のちょっとカチンと来てたみたいなんで、それでアメツーの有料会員だったけど内輪向けだし、和田さんが喋りまくるからやめたんですよっていう風になったんで、じゃあもういいやってブロックしちゃった。あああ、いやちょっとね、議論しても僕は良かったんですけど、何回か議論してたんですけど、ちょっとずつ論点がずれてるんですよ。なのでちょっとそれはちょっと良くないなと思ったんで。そうですね、基本ツイッターって議論する場所じゃないんで。そう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 、いい議論だったら全然問題ないんですけど、だいたいなんかお互いに微妙にキャッチボールする時のストライクゾーン外していくんですよね。急にすごい高いボール投げたりとか低いボール投げたりとか、あさっての方向行ったりとか、そういう感じになるんで、もうほっとくしかないんじゃないかなっていう。僕のは守備一貫してるんですけどね。ただ過去のツイート見ないで急に来てねなんか言うから、急に来られてもなっていう。ツイッターって改善した段階で間違い認めない人しか来ないんで。うん、例えばなんか指摘した時にごめんなさい、これは間違ってましたって返す人はそもそも突っかかってこないんですよ。だからやっぱ喧嘩になっちゃうっていう、どうにもならないですよねこれね、とのことでした。基本ツイッターで議論する場所じゃないんでということですが、これは突っかかる相手が変わったからかなと個人的には感じました。加山里香さんとの議論では、議論の中身だけではなく左派 vs 右派の構造から中身度外視で応援する人も多かったように見えます。和也氏がターゲットを右派に広げてから、右派 vs 右派の構造になり、議論の中身が吟味されるようになりました。闇が見えたのは例の DM の件かなと思います。和也 DM、 和也氏が公開した極秘 DM について思うことなどでご紹介しました。ツイッターで議論しないという和也氏の判断は彼にとって正解かと思います。しかしツイッターで有意義に議論できる場合もあるので、ツイッターというツール自体が悪いというのはちょっと違うんじゃないのかなと思いました。健康くんはツイッターだろうと動画だろうと議論なんてできない知性の持ち主だよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。